我々は一番最初あのシリーズ A をセールスフォースあのベンチャーキャピタルからできあのこうそうです倉林さんからできたということなんですけど、まあ、その時にともかく思ったのはやっぱりそのカテゴリーの、まあ、その当時は SaaS ですけれどもその理解をしている人であってキャピタリストとしても人格者だったっていうところはすごくラッキーだったと思うんですね。あの当時 SaaS ってサブスクリプションですっていうサブスクリプションって保険も新聞もそうじゃないかみたいな、まあ、そんなあの世界だったので IT のサブスクリプションがどれほどあのこう強力かっていうことを理解している人は非常に少なかったんですよ。当然あの売上は小さく見えるでだけど後ろ側のライフタイムバリューで評価しなければいけないっていうことを分かってる人がいなかったので、それを理解されていたっていうことが大きいですし、そもそも世の中にあんまりそういう会社がなかった中で、これは本当に重要なことだからっていうことで、まあ、伴走してくれた倉林さんという人がいてですね、これは本当にあの助かったというのがありますね。その後にあの NVCC の、桑園さんという人もその後フォローで入ってくれたんですけど、もうこの人は本当の人格者で、まあ、本当苦労あの大変な時には支えてくれたっていうのがありますね。まあ、なので重要なのはやっぱり自分たちがやろうとしている分野を理解してくれている人たちであるのと、まあ、人格っていうのはとても大切だなと。だからといって友達になるわけではないので仲間かとは言ってもですね、まあ、基本的にそのベンチャーキャピタルの方も基本はサラリーマンであってで、まあ、どちらかといえば投機なんだということを理解をしてお付き合いするということはすごく重要なことじゃないかなと思いますね。友達感覚でダラダラやるっていうことはまずできないわけで、ちゃんと投資契約があって IPO の期限もあってっていうその何て言うんでしょう、まあ、先ほどのサイエンスというかちゃんとした契約の世界での関係だっていうことも片方では理解をしていないといけないので、その両立じゃないかと思いますね。